ボルツと申す将軍敵ながらあっぱれな男でありましたなおおこれで三つ目の門が開かれたわけでござるな次の行動はギョい拙者はこのことを兵に指示してまいるごめんおおこれで魔物の侵入は防がれたわけでござるなしかし我々は帝国と戦わねばならないでござるすごい勢いでござるこれならば大丈夫でござるな 王国の奪還への大きな足がかりができますな。かどじけない。我が祖国を滅ぼした妖術師を倒せねば、拙者は死んでも死にきれませぬだがその前に、帝国の輩を追い出すことに尽力いたそう。では、ごめん。道を開けよう拙者、異国の者なれど、今はラーカスに身を寄せる者を 名を切り風、尋常に勝負めされいいやいや、拙者など大した動きはしてござらん。兵士の士気が上がっているでござる。このまま勝てそうですな。うん、すまぬ。深不覚でござった。我々は帝国の計略にはまり、本体は全滅。それがしとレイモンド殿は、 途中で、はぐれてしまった。<laughs> 申し訳ござらん大変でござるジークハルト王国境付近にも魔族が多数出没しており各地に被害が出ているでござるはっ直ちにギョい魔物が我が国で好き勝手暴れ始めているでござるジェシカ様これは一体何が起きているでござるか魔族の剣アルハザード 闇の王子、ボーゼル。しかと覚えたでござる。何帝国の輩がジェシカ殿、拙者は急がねばならぬ。失礼お主は、やっと見つけたぞ妖術師命我が国を滅ぼした妖術師命腹さで置くべきか望むところだ拙者はお主を倒し、 殿の無念を晴らすでござる己バラバラに切り刻んでやるうディハルト殿の分かったでござる。ただし、あの者のとどめは、拙者に打たせてくだされ待てまだ拙者との勝負はついておらん己昔、拙者が仕えていた国がござった。 だが、あの女が妖術で混乱に陥れ、拙者の国は滅ぼされてしまった。拙者は、殿も、そして家族も、妻や一人息子も、救うことができなかったのでござる。ディハルト殿、これからベルゼリアへ向かうのなら、ぜひ拙者も同行いたしたい。拙者の悲願は、あの女妖術師を倒し、 敵を討つことうんどけ殿殿ご返事を殿己へ、くせ者が死ね殿申し訳ござらん殿がせっかく時間をくれたというのに拙者は、祭祀を守りきれず、その上、殿までも守れんとは殿 今しばらくの時間をいただきたい。あの女妖術師を撃ち、殿の仇を討つまでは、生き恥を晒すことをお許しください腹を切るのは、その後にさせてくだされ、はあ。少し、昔を思い出していただけでござるよ。それにしても、寒くなってきた。もうすぐのようでござるな、ベルゼリアは。 女妖術師め、今度こそ、決着をつけるでござるそんな苔脅しが、拙者に通用すると思ってるのかとの、我が妻、我が子よ。仇は取ったでござるよ。ようやく報告できたが、これは喜ぶべきことではござらん。しかし、皆には感謝するでござる。この恩。 キリカゼは、絶対に忘れませぬ。いや、フェラキアは倒せたもの、の、その黒幕が残っているでござる。奴らを倒すまで、拙者は戻らん。拙者は、皆と行動を共にしたいでござる。お主が部下に命じて、拙者の国を襲わせたのだな <laughs> なんだとええ許せぬぞ、ボーゼルしかし、 いいよいよ魔族の象徴アルハザードとの決戦でござるな今までお世話になったでござる拙者今回で肩がつき次第故郷へ帰るでござるよボーゼルも倒れアルハザードも封印されたどうやら拙者の役目は終わったようでござるよいや拙者にはまだ帰れるところがありまする これからは、殿や家族の墓を守っていくでござる。今までお世話になったでござる。そこで、拙者の哀悼をお主に受け取っていただきたい。今まで拙者がやってこれたのも、そなたの良き指揮があったから。これは、そのお礼の意味でござる。いや、ぜひとも受け取っていただきたい。まだこの辺りには、戦乱が残っているでござる。 拙者は付き合うことはできぬゆえ、せめて、この哀悼で、平和を守っていただきたい。では、拙者はこれで。霧風参上いたした。侍として、全身全霊で忠義を尽くすでござる。本気を出す時でござるな。まだまだ気を緩めてはならんでござる。貴様の動き、見切ったでござる参る我が主よ。 ご無で。これが主様の食事でござるかどれ、読みさせていただくでござるよ。戦闘が続くでござるな。主殿も、適度に休むでござるよ。主殿、危険なことに首を突っ込まれますな。拙者にお任せくださればよいでござるよ。主殿、怪我をされたのでござるか拙者の力いたらずです。切腹して お詫びするでござるかたしけない。拙者の考えすぎでござった。主殿も一方の英雄。子供扱いは間違いでござるな。お待ちくだされそのリンゴは、毒味されたでござるかはっ、任せるでござる。我が哀悼、小鉄でござる。そういえば、主殿も昔、これに似たような武器を見たことがあるでござるか。我が祖国。 かつて、あの極東の地で。もしこの戦争が終われば、拙者はぜひ戻って、この目で確かめたいでござる。主殿、拙者を道具としてお使いください。主のために先行を得る。それは、拙者の存在意義でござる。主殿、何があっても、どうか拙者に任してください。主殿、悩ませるなど、 拙者の失態でござる光栄でござる感激でござる主殿の厚遇ありがたき幸せでござるかたつけない拙者感激の至りでござるこのようなことはおやめくだされえお待ちくだされこれはいかんでござる主殿のためならこの命を捧げるでござるこの命を捧げるでござる 失礼でござる